鳥取未来中心。なんで見切れるんだよ。はい、始まりました。今日のエセハイカー動画だよ。はい、どうぞ。エセハイカーハスでございます。声が小さい。エセハイカーハスでございます。もうちょっと大きく張ろう。もうちょっと大丈夫です。エセハイカーハスでございます。はい、こんにちは、どうも。今日はかなでくんの仕事の説明で、ここはどこだ。ここ倉吉市。いつものね、我らが食安のすぐ近く。食安あそこだからね、いわゆるちょっと食安、どれ、どの建物。はい、あれね、あれ広がる片付いてるね。いつも行ってる食安のすぐ近く。はいよ。いわゆる自治体の箱物だね。箱物。名前なんて言うんだっけ。よくわかんない。倉吉未来中心でございます。でれーん、何も箱物って名前だね。ちょっとやっぱ白く飛んじゃってるから見えてないかもしれない、これね。まあ、映ってないっぽいよ、これ。大丈夫かな。結構でかい箱物だぞ。インパーソネーション。ほんで、今日はどんなネタやんの。今日は別に特にはないけどね。給食中により付き、収入をもらうわけにいかず、丸くんの仕事の手伝いはしてるんだけど、なんと、散々使い倒されて、カレー食べ放題。そうそう、今日もカレー食べ放題ね。ココイチのカレー食べ放題ね。だってお金払っちゃうと、だって君お金もらえなくなっちゃうんでしょ。別にいいんだけどさ、申告はめんどくさいじゃん。めんどくさいね。なのでお金は払わないね。たとえ1日1万円分ぐらいコキ使ったとしても、カレー1杯しかあげないっていうことで。最近ね、こいつはね、俺がね、食べ物をおごってくれるっていうのは分かってるようでね。もう出かけてもね、財布持ってこないんだよね。いつも現金持ってない。いやだって払ったら困るの君だからさ。インパーソネーション。いやー、なかなかせちがらい世の中でね。どうしたの。え、なんかいんの。あ、虫。そんな虫だよ。面白いだろ。こういう面白いこと言えないと君のチャンネルはな、暗いんだな。でどんどん挑んでいこうよ。しょうもないギャグもやってもいいからさ。でどうせ誰も見てねえんだからさ。寒いこといっぱいやってもいいよ。見てねえんだからさ、誰も。もう一回言おうか。誰も見てねえから、こんなの。はいはい。はい、で、なんかネタやろうよ、ほら、せっかくなんで。後ろにほら、綺麗な紅葉がね、あるじゃん。なんかこう、紅葉を見に行った感じのなんかこう、絵が撮れたらなと思って、こう選んだんだけどさ。倉吉市の大都会だぞ。なんかこうちょっとカッコつけた感じでちょっとこういうの辺立ってみてみよう。なんか後で編集でつないでちょっとプロモーションビデオ的なものになるじゃん。はい、こんな感じで。ちょっとつまんないな。インパーソネーション。この前さ、ある高校で運動会やった時にさ、パン食い競争やってたじゃん。あの学生たち挑んでたよね、かなりね。あれはパン食い競争だからね。なんか想像はつくよ。挑んでたよね。ということで、あの葉っぱ食ってみよう。はい、行ってみよう。食べ物だと思って、ちょっと挑んでみよう。よし、うまくいけば一回で済むから。いや、人が通るから恥ずかしい。大丈夫よ、人にぶつかんなかったらいいから。別に悪いことしてるわけじゃないから。よし、挑んでみよう。はい、カメラ配置しまーす。はい、行きまーす。はい、よーい、スタート。はい。あ、こっちに低い方行く？いいよ。はい、低いの行くよ。はい、はい、行くよ。はい、よーい、スタート。はい、来い。はい、はい、はい。よっ、よし。食べれた？全然。もうちょっと接触しないと。ガツッと行こう、ガツッと。はい、行きます。よーい、はい。はい。お、入った。なんだ、入ってねえのか。食べれない。これ桜の葉っぱなんで、桜餅の味がするから大丈夫。思ったより難しい。そう。置いてみよう。はい。ほっ。おっ。ほっ。お、よし、よし。うまい。どう、桜餅の味する？うまかった。挑んでるねー。ホースコイ挑んでるねー。君の動画面白いよ。いや、本当にか。挑んでる。最近挑んでるからね。この姿勢がやっぱりね、皆さんに高評価をいただく結果になると思うんで。桜の葉っぱ食ったからって、大丈夫じゃない？子供の教育に悪いとかさ。
いや、あの桜の葉っぱを食べたら、まあ、どうなるのかっていうのをこれから追跡調査して、まあ、教養娯楽番組として、なるほど、あの報道していったらいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、俺今の食っとけばよかった、飲み込んだ方がよかったね、本当はね、どうなるか、むしろ吐いたから炎上するかもしれないね。じゃあもう一回食べよう、うん。決して僕はいじめてるわけではございません。良い、より良い動画 を作るために提案してるだけです。決めるのはあなたです。はい、お、行くわ、やるか。いや、逆に虫が食ってない方が怖くてしょうがない。俺はだって虫も食わねえんだぜ。いや、いい、何がついてるか分かんない。あ、そう。挑んでみよう。おい、そうかな。ほっ、いけそう。はい、よし。お、お、お、来た来た。おい、来た。だからはっ、まず桜餅の味しない？そもそも食い物じゃ、いや、桜餅の味はしない。しないの？あれはね、何かで漬け込んでんだろ。うん、あ、そう？うん。食べられるようにしてんでしょ、あの塩かな。そうなの。てっきり桜餅の味するかと思ったんだけど。このままビビビってポイで、うん、餅にすればあの味になるの。と思ってた。あ、はい。違うね。結論。あ、そのままじゃ食べられない。なるほど。うん、あの良い子のみんながね、あの多分勉強になったと思うよ。うん、インパーソネーション。なんか最後閉まらなかったな、いまいちな。いや、ちょっともっと大きい、大きい、な、誰かいんの周り？いっぱいいる。いっぱいいる。だいぶ。いないよね。めっちゃいい。うん。はい。はい、ドアでした。よし、明るく終わった。よし、じゃあカレー食い行こうぜ。あ、カレー食い行くぞ。じゃあバイバーイ。えい。はい、よし、いい具合にしまった。最後、ま、回ってるぞ、まだ。インパーソネーション。